に砂の国を調べたコウ、文字通り砂だらけですごく暑そう。大きな結婚指輪が有名なんだって。結婚する相手が奪われてるけどね。クッパに奪われてるけどね。もう先に結婚指輪手に入れとこうってこと。奪って最後ピーチ返してもらった時に結婚指輪あげますね。砂の国着きました。着きましたよ。あっちね席。まんま暑そうな。あれ寒かったね。無事着いたね。オデッセイ号の初飛行うまくいったよ。寒い。おかしいな。思ってたとそう違うみたいだ。あ、これ氷か多分。あ、そういうのが光ってる。パワームかな。なるほど。凍ってる砂漠みたいな感じ。あ、いいな、なんかこれなんかいいな。この氷の感じいいな。素晴らしい。なんかこっちで合ってんのかな。マップを見ると便利っすな。マップを見よう。沢と中間っぽいと選んで A ボタンを押すと移動できるよ。アッチャーニャの街並み、サガサピラミッドを完走するための古代遺跡群。人口すげえ、ちゃんと書いてある。人口中規模。中規模何人だろう。中規模って5万人ぐらい。面積広大曖昧。面積広大曖昧。人口中規模曖昧。民族アッチーニャ人。ミルゾー。通貨ピラミッド型。ピラミッド型。通貨ってさ、円とかさ、ドルとかじゃないの。ピラミッド型ってどういうこと。形。1ピラミッド型、2ピラミッド型なの。産業観光宝石。気温40度。まあ多分今これ40度じゃないんだろうね。最近通ったんかな。キークリは無視して、キークリ倒してもしょうがないっしょ。いて、ちょっと待って。ちょっと後ろから狙うのおかしくない？それおかしいよ。あれ、あ、出た、おなじみミラー。お、来た。これでミラーをコピーできる。コピーっていうかキャプチャーね。オッケー。で、あれムーンじゃね。どう手に入れるんだろう。あ、これ分かった。これでこうしてムーンまで行けと。え、こんな簡単にムーン出ないの。あー、左上の、あ、こんなにあんの。待って、壊れる。危ねえ。自家製機あんのな。危ねえ。で、これでこっちね、オッケー。いいよ、トットン拍子よ。これで、あ、こういって、こういって、危ねえ。おお、メロンなのか、サボテンなのかよくわかんないけど。あ、壁ジャンプね。意味ないか、よし、こっち行こう。またこれね、レトロ系ね。なんかそこ光ってる。ザクザク手に入んね。あれ、手に入んね。あっちか。これでこっち行けばいいと。オッケー。飛び出た、砂の木箱から。飛び出た。で、あれをゲットして、こっちか。で、あ、このまた。このまた壁をね、また平べったくなる系ね。 OK です。キラーを、まあさすがにこの状態じゃキャプチャーはできないっぽいね。まあ無理でしょうね。こういうのはね、この発射口がね、一番この発射するこのね、発射口がね、一番危ないからね。ここはね、気をつけていきたいと思います。かわそう。ちょっと待って、3段がある。よし、
今しゃがめなかったらどうしようと思ったけど。マリオ前のね、昔のマリオと同じだったらね、やっぱしゃがむのもできるかなと思ったけど。よし、3つ目ゲット。これ全部揃える必要があるのか。あっちにない石塔の上。3つ目結構あるぞ。まだ結構あるぞ。で次あっちに行けと。集めて砂のムーチュ。集めて、集めます。なんかいるけど、なんかおしゃれなモアイクいるけど、勝手に動くとかか。オッケー。これなんだろう。おお、加速装置みたいな感じか。なんだろうね、嫌な予感しかしない。おお、なんか波動砲。お、すげえ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 。え、これよくね。あ、待って待って待って、壊れる。いいじゃん。いいじゃん。これでこっちね、うわ、あっぶね。あ、うっそー。で、これ気をつけよう。よしよしよし。いまいちね、感覚がつかめない。すげえすげえ。え、波動に波動が連鎖してる。ちょっとこれ危険すぎる。ちょっと待って、危険。こんなとこもう、こんなとこもうダメだ。よし、 OK。 ミルゾー遺跡、お前か。ミルゾーってどこ行くの、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 どこ行くの。ん、ん。ちょっと、よし、ゲット。メガネをかける。あ、この状態で行けってことか。行けないね。これでまさか行けと。あ、怖っ。怖すぎる。もう2つの意味で、2つの意味でもうヒヤッとするよね、これ。さすがのマリオさんもこれはヒヤッとしますわ。こんな、こんな、こんな下毒沼行けねえよ。見るぞって言っといて見ない。見る見ない、見る見ない、見る見ない。見る見ない、見る見ない。OK。これでこっち行けばいいと。これで、あれ、ちょっと思ったのと違った。ちょっと待って、これであそこに行けばいいと。よし、ゲット。あの先行けるのかな。集めて砂のムーンチップゲットです。4個目、この国で4個目です。おお、なんか開いた。どこかわかんないけど、どっか開いた。すんごい、なんか地下ダンジョン。ヘルプ、逆さピラミッドの対決。あれ、いきなりの決戦。突然だな。 いきなりすぎるだろ。ああ、これであっち行けと。 OK です。いきなりすぎない。何こいつ、何こいつ。え。ズーム、はい。はい。え、いる。いらなくね。こんなとこにいたんかい。こんなとこにもいるんかい、お前ら。お宝一目見たいですな。サーサビラビットの様子が変すな。中にあるお宝、結婚指輪どうなるっすな。あー、もうそういうことね。結婚指輪のためにあれか、クッパたち来たのね。それを邪魔しろと。もうムシムシ行けばいいでしょ、あっちまで。え、え、人。え、似つかわしくないんだが。キャラ変わってね、キャラが違う。え、ゲームの世界か。おか、え、え、ゲームのせ、ほらビビってんじゃん。あの、え、誰ですかみたいな。え、誰ですかみたいな。うぅうぅみたいな。今風煽ったな。お客様をお迎えに上がるはずが、車が動かない。タクシー。この中だけど、なんだこれ。なんか地下ダンジョンがありそうな。地下ダンジョンっていうか内部ダンジョンか。さあ、多分ダンジョンあんのか。おお、来た。逆さピラミッド内部。どう見ても、どう見ても中身、見た目以上の広さがあるが。
ジョケ。え、ライト付き優しい、まさかのライト付き。オッケー、またこれか。これでいきなり3連弾か。どうすればいいんだこれ。こっちか、いけない。あれいけねえじゃん。いけないな。あ、おお、隠しブロックはせこいよ。それはせこい。おお、すげえ、逆転。うわわわ、これでこっちか。オッケーで、こっち行って、こっち行く。あ、まあ、どうすんのこれ。次また。これでこっち、早く。オッケー、危ない。で、こっち行くと。いいよ、順調。これで、あ、まだ頂上じゃない。全然頂上じゃない。懐かしきクリボー。普通のクリボーがね、まだちゃんと出てないからね、立体では出てない。キークリボー出てるけど、キークリボーは。あれはね、偽クリボーですよ。クリキントンクリボーですね、クリキントンボーだ、クリキントンボー。お、生えた。あ、またか、あぶね。うわ、立体化しやがった。あ、まっ、バカ、何やってんの。これで、あ、こうね。あっちまでいけるか、間に合うか。オッケーいける。よしこれでこうだ。何これ、この稚拙なトラップ。クラワン、さすがにクラワン。これで屋上かな。来た。で、お、回復して、クッパいるか。あ、いるな、かと思ったらお助け隊。さあ、お前らどれがドイツで来る。結婚指輪いただいたわ。ボスは次の国に向かったけど、今行ったので、あんたたちは結婚式お呼びじゃないから。次は私がお相手よ、みたいな。ハンマー持ってるよ。どうすんのこれ。ハンマーをキャプチャーか。違う、これは本体か。おっと、効かない。え、ちょっと、待って、残ってるのは聞いてない。ない。おお。しゃ。どうだ。オッケー。UFO じゃん、もう完全 UFO じゃない。あ、爆弾残るのが結構ポイントやな。これはかわしていく。これはとりあえずかわしてって、でかいの来るの待つと。あばあばあば。オッケー。これを、よしで、ちょっと逃げないで。オッケー。あと1点よ。あれ、いつの間に普通の帽子じゃなかったの。あの、キャプテンの帽子になってる。とりあえずかわすしかない。結構場所は悪いが、転がって逃げよう。とりあえずくるくる殺法だ、これは。うっそでしょ、ちょっと待って、あと1しかない。あと1回でかいの来る。来た。これをかわせば、そっち。標準外しすぎやない、結構。マジかよ、もう一回か。全然当てる気ねえじゃん、あのでかいの。かわすぞ。もう食らえられない。もう食らったら死ぬからね。牽制。早く行って。どこ狙ってるの。
え、ちょっと判定ありあれ判定あんの。よしよしよし。で、外側を意識、外側を意識、外側を意識。よし、あとは踏ませる。よっしゃ、オッケー、倒した倒した。消えんの、またボフンで消えんの。ボフン、よっしゃゲット、また3つ、オッケーです。何の苦もなく倒しました。何も苦戦してません。何もね、1機もね、1機も落としてません。コインも減ってないしね。うん、よし、クリアしました。これで次の国行く感じかな。戻ったんか、あれか、仲間を置き去りにしてお助け隊はどっか行っちゃったのか、あれピラ、そしてピラミッドが浮く、なぜか浮く。ん？砂漠に開いた、あ、まだあんの、砂漠に開いた、すごいな、未知の、未知の空間。新たな場所に向かう途中、マリオは凶暴なミイラの大群に襲われてしまう。しかし、そこで出会った新たな仲間、ライドンと共にミイラを蹴散らし、謎の場所に向かうのであった。そしてたどり着いた穴の先に、待ち受けていたものとは。